まあという作品、はい、第3位の作品、優秀賞の作品エクストリーム職務質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい作品一発目で出ました、ね、いや、スクリーンショット部門はね、キャラクターメイク部門もそうですが、はい、より一層、うん、完成度クオリティ高いです。高い、うん、はい、なのでね、残り2作品も楽しみにしてください。なるほど。では山本さん、そのまま続いて、はい、2つ目の優秀賞の作品を、はい、発表してください。よろしくお願いいたします。スクリーンショット部門の、優秀賞第2位はこちらになります。ダラ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 ダーン。あれ、チーンと鳴らした。チーン来ねえよ。はい、これもね、出ました。お、タイトルをお願いいたします。はい、じゃあタイトル出します。はい、ドン。妄想力があれば大丈夫、きっと空も飛べるという作品です。セインツローだとは思えない、このアーティスティックなこの感じ、これ俺選ばせてもらいました。 俺から一票入れさせて。これは確かにね、これはね、ちょ感動した。違うね、うん、違うゲームのでしょ、話、ね、超いいでしょ。でね、何がいいってね、キャラクターがちゃんと、うん、その妄想と空を飛ぶ夢をこう抱いている少年のようなディテールになってる、リュックサックを背負ってさ、ね、 うん、そうだよね、こんな感じだよね。そうすごいこうあれだもんね、あの成長まだ途中の、そうそうそう、ファンタジーな感じ、そうそうそう、少年から青年にみたいな、うん、これ、なるほどね、これすごいですよ。まさか、うん、もうなんかあんなわけわかんねえゲームの中からこれをやろうって発想が生まれることがまずおかしい、うん、確かに、うん、だってセンチやっててこんなちゃんとやろうって思わないでしょ。みんなね、お笑いっていうかね、破天荒なやつばっかりこう選ぼうとするっていうか、やろうとするから、そういう思考回路にしかなんない、なんないからね、うん、だって開幕5分でエアロスミス流れるゲームでさ、こんな真面目なこと考えないでしょ。あ、おかしいから、だからすごくね、発想力豊かな方が、ピュアですよね。どうですか山本さん、ね、いやいや素敵ですね。なんかこう絵からこう伝わるこうワクワク感、これから冒険が始まるんだろうなっていうのと、うん、まあ、今現在空は飛べていないのかもしれないけども、はい、これから飛べるようになる、まあ、スーパーパワーをこう予感させる、うん、そのタイトルもありますし、うん、まあ、何よりその背景とそのキャラクターのね、ノリがいいですよね。そうですね、構図もいいですね、本当に、ね、すごくいいですよね。煙突の赤がちゃんとポイントであって、そうそう、壮大な雲があって、うん、なるほどね、素晴らしい出来です。これは素晴らしいです、はい、本当に、うん、僕も感動しました。これは良かったと思います。星いくつですか。これは星3つ。いや、3つだったら優勝じゃないですか。え、星2つ半、はい、ありがとうございます。じゃあ、一旦じゃあカメラ戻してもらって、一回、はい、はい、ということで、いやー、すごい作品が、以上、優秀賞2作品でした。いや、他にも紹介したい作品いっぱいあるんですけども、いっぱいあるんですよ、まあ、こう突き当たる作品だったと思って、はい、強いて言うなら、強いて言うなら